きます。はい、せーの、待ってよ、ごめん、せーの、FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と、夏美のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏美さん、はい、メンヘラ103@gmail.comローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では、一応明けましておめでとうございますになるんですけれども、おうおう、なんでかわかりますか？なんでかわかりますか？あの、今日のね、今日はまだ12月20日、はい、火曜日なんですけれども、はい、今日のね、収録が年明け一発目の放送となってまして、あ、なるほど、はい、これが1月2日の月曜日になってる、うんうんうん、今お聞きの皆さんはね、うんうん、もう2023年の人たちです。うわ、未来人だ未来人が今聞いてるって感じなんで、なるほど、そうそうそう、過去人から未来人にそうそう、お届けしてる感じにはなってる、うんうん、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。今年もね、メンヘラジオね、うん、あの10月に始まったばかりの番組ですけれども、はい、はい、皆さん来年も引き続き、うん、あの、わけのわからないね、うん、ラジオ番組かもしれんけど、聞いていただければ嬉しいな。はい、でね、YouTube 見てる人は分かるかもしれんけど、俺マスク取って、ね、やってるんですけど、なんとかマスクしてるね。本当だ、今取ったそうそう、なんかもう FM ギノワンさんはもうマスク取ってやってるよ、ね、自主責任で、そうそう、自己責任で、あ、自己責任で、はい、まあ自主責任でも通じ合わせる、自主責任で、なんかちょっと引っかかるんだよまあで、今日はね、うん、あの、年ね、まあね、お正月特別企画じゃないですけど、うん、あの、ゲストの方を迎えて、うん、あの、トーク収録の方をしていきたいと思いますので、うん、はい、皆さんね、この後のメンヘラトークのコーナーからちょっと楽しみにしていただければと思いますんで、うん、はい、はい、よろしくお願いします。ゲストを引っ張ってきました。はい、急遽ね、うん、あの、今日暇っつってね、うん、はい、メンヘラ友達、メンヘラフレンズを連れてきましたんで、はい、はい、では本日ね、あの、短いお時間ですけれどもね、うん、30分、いつも通り30分、はい、いつも通り30分よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、では、先ほども話したように、本日はね、うん、ゲストの方をお迎えしておりますので、早速ですけれども、はい、ゲストさん、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。あげましょう、おめでとうございます。おめでとうございます。新年一発目らしいですね。ちょっと僕今12月20日なんで現実感が全然ないですね。ないな、ないよな。ちょっとあの、中村夫婦のお友達のルイキと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来てくれた。嬉しい。ありがとうございます。そう、急遽ね、うん、なんかゲスト呼びたいねってなってね。うん、夏美がまた、そうそう、いつもの突発的なね、突発的なんか病気の症状じゃないけどいつもの
衝動性に任せて、ね、ゲスト呼びたい今日はってそうそう、それでるいきくんね、うん、に白羽の矢が立ったわけですけれども、うん、はい、るいきくんはね、ハッピーワン、僕らがお世話になってるハッピーワンのね、うん、デジチャーコロピーカフェっていうラジオにも何度か出演されてると思うんですけど、ちなみに今回、うん、久しぶりのラジオかと思うんですけど、どんぐらいぶりになります？だいたい1年から1年半ぶりだと思います。ずいぶん久しぶりになったね。そうです、ね、緊張してない、大丈夫です。大丈夫です。あ、そうね、るいきくんすごい強心臓なのよ。強心臓、そうそう、あのね、うん、所長のね、金浜さんのお願いというか依頼もあって、うん、僕たちね、たまにね、沖縄大学ですとか沖国大ですとか、うん、あとは看護大学、大場学園、うん、いろんなところにね、ちょっと自分の病気のね、体験談みたいなをお話しし、そうそう、当事者から、話を聞く機会を生徒さんに、与えるというかさ、うん、授業の一環として、うん、そこで僕らね、たまに行ったりするんですけども、るいきくんがね、僕より多分るいきくん12個ぐらい下だよね。そうですね、ね、はい、今25だったっけ。25です。そう、僕が今37なんでね、ちょうど一回り離れてるんですけど、めっちゃるいきくん頭いいのよ。わかるわ、るいきくん賢いよね。そうそう、本当にね、だからるいきくんのこの前ね、大場学園かな、大場学園でね、体験談話した時に、うん、るいきくんの後に話すのすごく緊張したよ。うまく喋りやがってってなって、はい、まあでもそんなね、るいきくんのね、うん、病気のことについても今回はね、ちょっと日本撮りでやっていきたいと思うんで、うん、次回ですね、るいきくんの、抱えているハンデと言いますか、精神的な、疾患についてはちょっと次回掘り下げていくという形で、うん、今回に関してはやっぱ突発的だったんでね、うん、当初の予定通りトークテーマ2023年私の野望、こちらをちょっとお話ししていきたいと思います。はい、はい、いくつかメッセージ届いてまして、僕の方からちょっと読んでいこうかな。へい、はい、るいきくんもなんかコメントとかあったらお願いします。はい、では、一つ目ですね、うん、ラジオネームうどん県大好きさんから。あ、うどん県大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2023年は県外旅行を増やしたいです。うん、県外、うん、はい、2022年は新型コロナウイルスの行動制限が緩和され、うん、夏以降関西、松江、広島の3カ所へ行きました。うん、2023年はさらに遠いところへ行きたいですとのことです。千葉とか。いやいや、千葉は香川県からまあ遠いけど、もっとじゃあ北海道とかか。そう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 、北海道、それこそ沖縄とか、ね、あ、北海道とか沖縄とかか。さらに遠いところだからね、もしくは海外とかさ、あ、そういうことだと思うよ。千葉は違う、最近なんか千葉に行きたいって人と話をして聞いた気がして、耳に残ってたのが、はい、それがなんか残声、残声残ってる声で出てきた。あ、耳にね、ちょっと記憶として残ってたと。そうそうそう、できてきた。はいはいはい。夏美さんはちなみにどっか行きたいところありますか？夏美はね、うん、どこ行きたいかな。ウユニ塩湖。ウユニ塩湖どこ？わかんないです。名前だけは知ってるよね。なんか反射、透明度が高くて反射するやつでしょ、めっちゃ。そうそうそう。鏡みたいに。うん。場所はわかんないの？わかんない。国。わかんない。ウユニ塩湖、名前だけは知ってるんだよな。うん、惜しいな。じゃあ北海道。じゃあ北海道。それなんか理由とかあるの？北海道ね、義理のお姉ちゃんがいる。ああ、はい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 。あ、お兄ちゃんがいる。義理のお兄ちゃんと義理のお姉ちゃんと。いやいや、義理のお兄ちゃんじゃなくて実のお兄ちゃんでしょ。あ、実のお兄ちゃんと義理のお姉ちゃんと。実のお兄ちゃん、義理のお兄ちゃん言うたるなよ。実のお兄ちゃん、義理のお姉ちゃん。はい、めいっ子がね。義理じゃなくてめいっ子。そうそうそう、がいるのね。あ、確かにね、そうそうそう、なんか新婚旅行ね、できたらいいよとかは言われてるんだけど、そう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 、るいきくんはなんかどっか旅行ね、これまでに行ったところあるよ、でもとこあるよと、県外、県外、うん、ありますか。あ、なんか中学校の時の修学旅行で、うん、はいはいはい、九州をこう回った感じはありますね。ああ、九州、
鹿児島、熊本、宮崎、熊本と福岡と長崎だったの、あんまり覚えてないですね。あ、はいはいはい、行くね、平和のあのこういうやつ見に行ったりね、すごい、あれ何だったか忘れたけど、あとあれなんか原爆のねところとか、すごい硫黄の匂いがする臭い山みたいな、阿蘇山ね、阿蘇山行けなくて、阿蘇山行けなかった、その時なんか通行止めになってて、あ、ちょっと硫黄の匂いがきつすぎるとかあれかな、なんかそんな感じで代わりに熊本城に行って、はい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 、すごい、あのそのそこで働いてるスタッフさんがもう役になりきっててすげえな。ディズニーのねよくあるなんていうの、あれ渦巻村みたいな感じじゃない？まあそれとかもね、あのよくあるディズニーとかスタッフさんがいるじゃんね。うん、あれあれそうそう、キャストさんって呼ぶね。あんな感じで ね役になりきってたり。信長がいた？福岡、いや分からんけど。福岡だったら太宰府とかか。福岡があんまり記憶になくて、長崎と熊本しか覚えてないんですよ。それもまた珍しいね。福岡の方がやっぱさ、なんか大都市ではあるからさ。もしかしたら、うん、あの福岡行ったかすら分かんないんですけど、とりあえずなんか回った記憶はあって、もしかしたら福岡空港で降りて、ああなるほどね、なるほど、ね、下の方に行って、記憶があやふやなんですけど。直近で言うと、じゃあその中学校の頃の修学旅行みたいなのが最後。そうですね。あ、そうなんだ。どっか行きたいところとかないの？行きたいところ、うん、ちょっと考えていいですか？じゃあその間別の呼びましょうね。ちょうど、はい、思い出した、はい、思いついた。なんかあの無難に東京行ってみたいなと思って、一回も行ったことないの。そうだね、せっかくだから大都市にね、首都の方に一回は行ってみたいよね。ちょうどあの友達が東京に住んでるので。あ、そうなんだ。あ、だったら安心だ。そうですね。いいじゃんいいじゃん。ちょうどバイク乗ってるやつなんで、あの二ケツしてもらって一緒にワイワイやりたいなって思いました。いいと思う。そうだね、友達とガイドだったらね、うん、明日にでも行ってきたらいいな。適当かもしれない。じゃあ夏美さんの方に届いたメッセージをお願いしようか。あ、はい、はい、ラジオネーム佐藤さん、はい、自分軸をちゃんと生きる、お、野望がっていう野望です、うん、今までの人生は割と嫌なことも受け入れられることが多かったし、それが苦しいと気づかなかったし、本当は嫌だけどそれよりも揉めたり喧嘩したりするのが嫌だったから、自分の心の声を聞くよりも行動してました。だけど離婚の話し合いとか経験した時に、無理なことに対して体がちゃんと拒否反応して自分を守ろうとしてくれた。それからは自分で自分をしっかり愛そうと思うようになった、うん、少しでも嫌かもって思うことは立ち止まって考えることを心がけるようになった、うんうん、だから来年は人と、あ、だから今年はだいや、まあいいよ。だから今年は人と揉めない程度に自分の心に正直に自分軸でちゃんと生きたいなと思っているということです。でし、かわいいですね。何か一回間違えないとすまないな。まあいいけど、あの自分軸をしっかり持つ、嫌なことは嫌とはっきりなんか伝えられるようにってことかな、うん、今まで受け入れてきたってことかな、うん、受け入れることが多かったって、嫌なことでもね、苦しくても、あ、気づかなくてまた受け入れてきたんだ、うん、それでなんか辛い思いもしてたんだろうな、うん、ね、そうだね。でも離婚を機になんか反応が出たと、うん、嫌なことは拒否反応して、体がちゃんと自分を守ろうとしてくれたって。あ、じゃあ離婚はもしかしたらね、しんどかったかもしれんけど、離婚っていうこと自体はしんどかったかもしれんけど、うん、そうやって自分の体を守る、うん、拒否反応が出たことで、うん、嫌なことは嫌と言えるようになろうって思えたっていう分では、そうそうそう、離婚もね、悪いことばかりじゃなかったってことかな、うんうん、ちょっとネガティブではあるけどね、離婚ってワードだけ聞くとね、うん、でも自分で自分をしっかり愛そうと思うようになったってことがすごく素晴らしいと思う。うん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 、いい、大事だね、うんうん、あの比較的ね、僕らって自分のこと嫌いになりがちじゃん、なんか自分がね、あの病気を抱えてるから何もできないって言ってね、うん、そうです、ね、うん、生産性がない自分はもう死ねばいいのにとかさ、あれと落ち込めがちだけど、そうね、で
受け入れがちってのもなんとなくわかるんだよね。なんかもう諦めるというかさ、そういう意味では、うん、そこを諦めずに、なんか嫌なことも嫌っていって、自分の思いはどんどん発信していっていいんだよってことなのかな。なんかそういうメッセージも受け取れたな。そうだね。そうですね。うんうんうん、正直に自分軸でちゃんと行きたいなって。はいはい。いいね。オッケー。ありがとうございました。頑張ってください、佐藤さん。頑張って。頑張ってるだろうけどね。頑張ってるよね。すいません。はい、あと一個あるよ。あ、そう。うん。ルイケ君のも聞いとかな。あ、はい、いいよ。はい。ルイケ君の2023年の野望。野望。うん。や、野望。ちょっと待ってください。いや、じゃあ俺がルイキ君からあらかじめ LINE でいただいてたらルイキ君の野望言っていいかな。あ、お願いします。はい、ルイキ君からいただいた野望です。はい。2023年の私の野望はいろんなことを勉強してユーモアのある人間になることです。で、初めに体のことに興味があるのでそこの勉強を深めていきますっていう風に。あ、そうですね。そうそうそう。体のことに興味がある。あります。結構なんだろう、うん、僕らって分かるようで分からないじゃないですか、うんうんうん、自分の体のことですね。あの日常生活しててすごい面白いのが、うんうん、僕ら、いや僕だけかもしれないですけど、うん、背中の存在忘れてるんですよ。背中の存在なんかあの、うん、あれお腹はこうぷくっと膨らんで、うん、で胸も息したらこうぷくっと膨らむんですけど、うんうんうん、背中も実は一緒に膨らんでるんですよね。なるほどなるほど。でなんか僕らって肺のイメージっていうとそういう学校の人体模型とかで習ったこの、うん、なんか平面すごい立体的じゃなくてこう写真みたいなイメージでこう肺とか体の臓器って頭に入ってるんですけど、うん、だけど実際って立体的じゃないですか、うん、もちろん背中もあるから、うん、だからそういう意味でちょっとなんだろう背中とかそこら辺の感覚があんまりねえなって気づいて、うんで結構それちょっと意識して呼吸とかしてみると、うん、やっぱりなんだろう息がしやすくなったりとかしたので。あ、背中を意識することで。そうですね。なので結構そのいろいろなんだろうイメージを強くしながらこう体触ってあげたりとかしてみると、うん、体ちゃんと応えてくれるんで、うん、それで面白いなと思って、うん、手始めに体の勉強して、うん、僕あんまり自信がない人ですから、うんそれを皮切りにいろんなこと勉強してなんかこう、うん、そういう一緒にそう遊んでくれる友達とか、うん、そういろいろお世話になってる人たちに、うん、そういうユーモアとかいろんな話とかできたらなんか幸せだなって感じました。はい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 、はい、まあそうね。ユーモアってそれこそまあ人を傷つけることなく、うん、なんていうのかな人を和ませることができる人をユーモアがある人って言うと思うんだけど、うん、あの俺たちねやっぱ傷つきやすいからね、うん、そういう意味ではユーモアがある人にはなりたいし、うん、ユーモアがある人に接してほしいではあるよね。まだそういう意味でもユーモアがある人を目指すっていうのはいいのかなと思う。そうですね。自分にも優しく多分なれるし相手にもね優しく接することができるし相手を不快にさせる笑いはなちょっとあれだからな、うん、それはユーモアがない。豆腐メンタルの油脂豆腐メンタルとしたまあね精神的な部分でね、はい、あだからそういう知識を深めて、その上で上品なお笑いが取れるようなね。そうですね上品な笑い。そうそうそう。いやだから自然と笑わせるっていう感じよ、うん、あのいちいち下ネタとか下ネタとかぶっ込まないってことでしょ。ああいうぶっ込まなくても、うん、話してる自分のね知識とかで、うん、自然とね会話の中で笑いが取れる、うん、まあでもルイ君それができてると思うよ。できてると思うよ、うん、おしゃべりするの好きだしな。大好きですよ、ね、だから面白いしちょっとなんか反省したいなと思うと、うん、やっぱり、うん、なんだろうそういう自分から学びに行かないと、はい、あれなんですそのなんか話題が尽きちゃうんですよ、うんうんうん、その例えば1週間同じ人と会うとして、うん、1日目は楽しいんですよ、うん、でも2日3日4日ってなるとお互い話すこと出尽くす、うんすることが多いじゃないですか、はいはいはい、でそうなってくると、うん、やっぱり先ほど言ったちょっとあの下ネタとか、うん、あとはそのこう遊んでる時に見える人たちのすごい外見をなじったりとか、うん、なんかそういうあまりこうちょっと人を傷つける笑いの方に触れてくるっていう経験が僕結構あって、はいはいはい、でそこすごい反省してて、うん、だからなんかそういう経験通しやっぱり本当に面白い話するために何が必要かなと思ったら、うん、そういう学ぶこと含めた教養が大事だなって、うんうんうん
で僕今まで教養と無縁な人生で生きてきたんで。あ、そうなの。そうです、ね、あんなに講話とかの時賢そうに喋ったけどな。賢そうに喋る方法があるんです。あ、そうなんだ。そうなんだ。もうめちゃくちゃそのそれでなんとなくノリでそれっぽいこと言ってるだけで、はいはいはい、あの中身カランコロンなんです。そうなの。そろそろなんか中身こうぎっしり詰めたいなと思って、うん、ああなるほどね。ガランコロンの中にも、うん、やっぱたい焼きとかも中にカスタードとか、うん、あのこしあんとか粒あんが詰まってて、うん、それぞれこう全く違う味ですけど、うん、全部美味しいじゃないですか。美味しい美味しい。逆にあの皮だけだったらちょっと食べててもうーってなります。なるね。なんかその中身に何を詰めたかが僕にとっての人間の深みにつながるのかなとか感じちゃって、はいはいはい、それをちょっと実践していこうかなって感じでやっていきたいですね。ああ、いい野望だと思う本当に、うんうんうん、知識はね武器にもなるからね。そうですね、うんうん、すごく前向きないいあれだと思うけど、めっちゃなんていうのかな、それカランコロンだと思えない。カランコロンだと思えないよ。そうだよ、まあ、テクニックも もちろんあるんだろうけどさ、うん、レイ君なりの なんか喋るため喋る時のさ大事にしてることとかもしかしたらあるかもしれないけど、それを感じさせないさ話術があるからさすごいなって。あのすごいと思うけど、年下ながらねもう尊敬するんだよね、いつもお話聞いてて、うん、ねえ、うん、カランコロンは夏にここまで言われると嬉しいと同時にちょっと照れてきます。いやでも本当に思ってるからね、すごいと思います。ありがとうございます、はい、いいね、孫楽しい。では、はい、メンヘラトークはこの辺で終了ということで、はい、はい、エンディングに入っていきたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい、今日はねちょっと楽曲紹介を省いてトークの方に重きを置いて話させてもらったんですけれども、うんうん、レイキ君の話ってね、まあ俺もおしゃべりするの好きでいろいろ話してるんだけど、うん、俺のってさ割と薄っぺらいのよ。薄っぺらい。そうそう、だからレイキ君と話してるとね、あすごく、ちょっと年下なりに考えてるな、そうそう、しっかり考えてるんだなって思う、こと多いけど、普段ねなんかやっぱりさっきもねこっち FM ギノワ向かってくるときにちょっと話してたんだけど、一、うん、人でいるとね、うん、やっぱりちょっとネガティブなことばっかり考えて、うん、暗い気持ちになっちゃうから、うん、って言ってて、うん、人と話すのがやっぱり自分いいなって話しててさ、うん、でもそんな一人の時もちゃんと知ってそうな感じはあるんだけど、やっぱりね俺たちメンヘラだからね、うん、多分3人ともね誰かといるとやっぱり安定はするんだよ、うん、お互いが一人一人一人ってなったら俺はギャンブルに行っちゃうし、夏美さんは夏美さんで腕切っちゃうし、レイキ君はレイキ君でお酒飲みすぎちゃうから、あ、そうですだからね、たまにはこうしてね、たまにはというか、たまにはこう手をつないで、そうそう、手をつないでみんなでね、手をつないで、人間っていいなーって。まあこうやってねラジオするなり、ハピアンのね他のメンバーたちと一緒に講話に行ったり、うん、いろんな、この前はね読谷の SDGs のイベントでるいき君とも、一緒にねいろいろ参加させてもらったんだけど、うん、その時もね帰りにみんなで焼肉行ったりして楽しい時間を過ごしてさ、うん、やっぱり孤独がね、人をダメにさせるとまでは言わんけど、うん、ちょっと参らせるよね、そうそうそう、参らせるっていうのがあるから、うん、やっぱりこうやって誰かとね喋る機会がある時はね、ルイキ君もね、なんていうのかな、今日突然の誘いでね急に今日暇っつって声かけたんだけど、うん、まあ一人で落ち込んでたのかもしれないけど、それまでもしかしたらお家にいてね一人でちょっとつまんねえなみたいな思ってたはずだけど、うん、そこでねなんか出るのも難儀だなとかってならずに、うん、あいいですよって言って外に出てきてくれたのはすごく嬉しかった、うん、すごく嬉しいね、うん、楽しい収録もできて今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、で日本撮りと最初の方で説明したんですけども、うん、ルイキ君がねどういった、うん、まあ診断を受けて、まあ、お医者さんにかかってるっていうか、うん、かかって
手たかかってるのか、かかってます、うん、かかってるってことだから、あのメンヘラジオらしくね、ちょっとメンタルヘルスのことについてもちょっとゲストさんのどういった病気を抱えてて、うん、どういった歩みでね今こうやって、生きてきたのか、うん、だって生きてくるのってね結構大変で、俺も何回もか自殺をね、うん、しようとしたことがあるからね、それでも、うん、まあなんとかここまで来れたわけだけど、うん、俺たちのことはちょこちょこ話はしてるから、うん、たまにはゲストさんのね、うん、とこう声をちょっといろいろ聞かせてもらおうかなと思います。いろいろね、はい、2本目もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、後半へ続くこれがやりたかったあ、そうなんですあ、じゃあまあね、第14回目のメンヘラジオはこの辺でお開きということで、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太とるいきでした。はい、お薬飲んで寝ろ。OK OK